はい、フォールアウト76、続きやっていきたいと思います。本日8月27日ですね。よろしくお願いします。アトミックショップ、ユーティリティ、無料分いただいていきましょう。本日はキャップ250個になります。お邪魔ね、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、パクりたいと思います。ほいちゃまあ、デイリーの方をチェックしていくんですけど、その前にデイリーオプスが発生してます。デイリーオプスに参加させていただいて、皆さんが、飛ぶ前に、チェックしていきましょう。デスクローの卵を集める、クリーチャーを倒す12、デイリーオプス完了する、デスクローを倒す、ロックピックする、作業台で弾薬を作成する50、鉛を作成する、解体するね。なるほどね。ウィークリーの方も終わってるんで、もうちょっと待ってくれよ。じゃあ、とりあえず、いいかな？そこそこいいかな？よし、行こう。あのマーク出たら OK。じゃあ、デイリーオプスに参加していきたいと思います。じゃあ、開始までカットしますね。こちらバッジ。通信が何者かに盗聴されてる。安全な通信の確保は不可欠だ。盗聴器を追跡したら、その近くにあると分かった。排除してくれ。はいはい、わかりました。よろしくお願いします。スカウトのバラ。はい、じゃあ行きましょう。本日は？知ら。全然見当たらないけど、見えないってやつ？え？揮発性？はい。揮発、ちょっと見てみようか。クロック能力、死亡時に爆発、サベージストライク、そんな感じみたいです。じゃあ、ね、終わるとこまでカットしてやっていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。アドビクトリアム。はい、6分6秒。報酬、チェックしていきましょう。ダブルなんとかで、ね、報酬が2倍なんよな。はい、そんな感じ。レア報酬は何でしょう。はい、バラモノの海、カウボーイハット。多分持ってるな。まあ、そんな感じで戻っていきましょう。はい、自宅から、飛んできましたけど、カジュアルパーティーに変更してくれるかと思ったら、変更してくれませんでしたね。まあ、行きましょう。よし。じゃあ、入手したアイテム分解していきましょうか。はい、ハンター、ローリングピン。あと、鉛を含むジャンクだったよね。作業台で弾を作るってのもあるから、ちょっと脱ぎましょう。で、せっかくなんで、クラフトに変更して、ちょっとベンダーショットチェックしていきましょう。ジャンク。鉛。ありそうでねえな。でもなんか持ってるかもしれんね。こんにちは。楽しんでる？ちょっといらないものちょっと売っていきましょう。はい、そんな感じ。まずスクラップボックスに入れて、あと弾薬スクラップ、これに鉛が入ってるような30、一気に達成ですね。はい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 、目標達成。あと、弾薬ちょっと作っていきましょう。弾薬 25？ 弾薬 50？ うん。まあ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 。なんでもいいんだけど。弾薬。50だから。うわ、足りねえ。はい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 。達成です。あと、デスクロー関連だな。まあ、デスクロー、いつものさ、
ワトガの北側のとこ行きましょう。一方、卵が、ここのさ、やつでしか、自分、わかんないんで、これはリロールしちゃいましょう。はい、雑誌を集める。なるほどね。雑誌なんかいつもなんか見つかってる、ねえ、みたいな感じだけど、まあ、デスクローからやっていきましょう。ちょっとカットしまーす。はい。よかったー、残ってますね。ちょっとダメージ低くね？ちょっとダメージ低いかもしれん。パーク、ちょっと変更してなかったかもしれん。はい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 。これでさ、デスクローの卵が入手できりゃいいんだけど、ねえ。あとさ、ロックピックするか。まあ、ロックピック、ちょっと、パーク変更してから、ね、タイラー郡遊園地の近くの、ロックピックポイントまで行きたいと思います。ちょっとカットしますね。はい、ここですね。あ、違う違う違う。はいはいはい、開けていきましょう。ここがね、いろいろな難易度があるんだけど、よかった。たまにさ、一個左のやつもそうだよね。誰かが開けたってことだよね。はい、そんな感じ。ロックピックする。あとは、残されたエピック、雑誌を集めるなんだけど、まあ、移動遊園地のところにもあるかな。なんかもう、いるとこにあるからね。まあ、とりあえず、さっきのとこまでファストトラベルして、ちょっと探してみたいと思います。ちょっとカットしまーす。はい、ありましたー。リブラブ。はい、これで、達成ですね。そこにファーストトラベル飛んできて、まあ、降りてきてここなんだけどね。ちょっと戦闘があったんで、ちょっとカットしちゃいましたけど。弾も回収して、まあ、これで、本日のデイリーすべて終了ということですね。まあ、相変わらずさ、相変わらず、デスクローの卵が、ね、ヌカワールドオンツアーのイベント会場じゃないと、把握しておりません。そんな感じで今回はこのところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。